坂井です。ひかるです。長峰姉妹です。今回は GU で洋服を買ってきました。早速だけどさ、私たちさ S サイズでもさでかいじゃん。正直 GU もユニクロも S サイズでもでかいだよね。そう、うん、XS とかだったらさいけるって言ってだけど、なんかオンラインでしか行ってないから、なかなか行ってない、なかなかね。でそんな時に実は見つけちゃいました。なんと今回は子供服を買ってきちゃいました。これ150センチのサイズなんですけど、なんか割とぴったりでこれいけるんじゃないって言って、私はちょっと白で、まず1着目がこれです。150センチ白黒であったのでこれにしようってなって、ボリュームスリーブティー5分袖、うん、こんな感じの商品で、でこれがなんか1290円で1着、なんか大人だったら1990円ぐらいしちゃうみたいな。2000円だいたいね、2000円ぐらいはギリ超えないから、まあ安いのも安いけどね、うん、でもこれがすごい1290円でめちゃくちゃ安かったって印象で、やったねこれいいねってなってこれが1着目で、で2着目がこれです。これもまた色違いです。クロップドギャザーシャツ半袖、これは半袖で、これがなんかティーンのコーナーにあって L サイズで160センチっていう、またさっきのとは違うやつなんですけど、さっきのはねあの完全に子供服、そう子供服で、これがなんかティーン、新しく展開したみたいな感じかな、なんだろう、わかんないけど、なんかティーンって書いてあったやつで、10代向けの、でも値段が同じで1290円で、これもめっちゃ安いよね。これも大体ね、あのなんかシャツとかもさ、まあちょっと、うん、そんなで、まあ安いけど、安いけど、まあっていう感じのね。でも同じようなデザインで1290円、そうめっちゃ安いね、うん。じゃあちょっとこれ着てみたいと思います。1着目はこんな感じです。閉じる、全部閉じるとこんな感じ で開けるとこんな感じ、開けてもね、開けても可愛いね。閉める、それもなんかワンポイントのついてて、これ1着でも決まるって感じで、すごい。あのここはちょっとまあ甘い感じ、あ、そうだね、あるけど、でも後ろとかがさすっきりめ、後ろだけ見るとなんか本当に全然こう思ってない。確かにスッキリした感じが、このちょっと可愛らしい感じなんだけど、いや、そう、ここら辺が全然大人っぽく着る感じ。でもここにもどんどんかけて、ちょっとスタイルアップにもいいと思いました。これ入れちゃってもウエスト前ちょっとインしてもこんな感じで入れるのだって、これ入れちゃう、まあ、入れられる長さっていうのもいいよね。入れそう、入れられるのギリギリなんか入れられないのあるじゃん。私たちは大体さシャツさ、長すぎてさ、入れたらさ、ここら辺がボトボトになるじゃん。うん、だから短いから、入れてもなんか全然気に入れて、で、ちゃんとスタイルな感じの。そう、次目はこんな感じで。そう、全然可愛くない、うん、この服っぽくない。可愛い。こんな感じです。2着目。2着目はこんな感じです。もう全然子供服、うん、これが完全に子供服の150センチサイズなんだけど、全然見えないね。なんかぴったり肩とかもちゃんと合ってて、袖のここがちょっと袖が違くなってて、ここの袖のところがふわっとなってて、それが結構なんかボリュームがあって高見えな感じになってます、うん、カジュアルな感じで着るとこういう感じ、でもカジュアルにもなんかぴったり、そうでも全然ね、全然これ着ててさ、え、この服着てるやんって全然ない、全然ない。バレのままなったところで、この服着るんじゃないってなって、これが2着目です、うん、で、これを私たちが考える、もうちょっと高見えな感じの大人っぽい着こなしののがあるので、それもちょっと着替えてみます。2つ目の着こなしはこんな感じです。これなんか黒だったんで、セットアップ風に下も黒で合わせてみたんですけど、めちゃくちゃ高見え、でも絶対これで着ても全然え、誰が子供服って誰が子供服か全然わかんない感じの話になりました。こういうなんかちっちゃい小物とかでも合わせるとなんかワンランク上っていうか、さらになんか高見えできると思うんで、ベルトちゃんとつけてとか、うん、あとこういうちょっと大人っぽいカバンとかを
一緒に持ったりすればどこにこの文句があるかっていうのが全然バレない。なんなら馴染んでてセットアップ風に見えるっていうか。しかもこれが1290円。めっちゃ安い。低身長さんはあのこの文句で探した方が安いので、そっちの方がもうお得にこういうちゃんとセットアップ風にもできるし、しかもね、なんかお得な感じがあってすごいいいよね。自分たち的にもなんかここまでなんか馴染むっていうかさ、ね、全然バレない、うんうん、全然バレない、痛くない。だからその大人服でもちょっとなんか黒のシャツのこういう感じの、もうちょっとフォーマル寄りだったけど、あ、はい、そう、はい、リボンみたいなレース付きのあって、でもクラスよりちょっとカジュアルというか生きれるなってところで、あの値段的にも本当に挑戦しやすいし、確かに、だから全然ありだなって今回思いました。このままでね、いろいろ終わったりとかしてめちゃくちゃいい感じになりました。おすすめです。